皆さんどうも、T 島です。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回こちらですね、説得戦難易度レベル70で、シナリオ制限の方が魔法有利ということですね。なので、そうですね、魔導士系ですかね、連れていった方がまあいいのか、まあ有利なんでね、まあちょっとまああのステージ内容を見て考えようかなと思います。さあ行きましょうかね。勝利条件は全ての敵兵長の説得または撃破およびガーネフの撃破ということですね。さて説得するのはファウダーでジェネラルで、あとはゼロですね。で、あ、ナバールがどうやら説得を試みるようですね。でまあ英雄はまあ他はいない感じですね。あ、ただ、そうですね、魔法系、まあリズと、まあ、サクラはね、あの本拠地の、まあ、守りについてもらうとして、まあでも魔導士系ですかね、一人ぐらいはやっぱり連れてった方が。エリージェあたりですかね。で、あとまあ敵はまあまあ70とかではありますけど、そうですね、最近使っていないルフレとかは、ただあまりちょっと偏りすぎてもあれなので、まあでもシーラがね結構いい立ち回りをしてくれそうなので、まあ今回そうですね、これでいきましょうかね。でまあリズとかは、あ、そうか、一人誰か、そうですね、シーダをちょっとナバールの護衛につけておきますか。でまあ今回味方指揮官はいない感じかな。多分まあその代わりにまあナバールが倒れたらダメっていうことだと思うのでね。そうですね、味方本拠地の陥落またはナバールの負傷って書いてあるので、よし、今回はじゃあこれで行ってみようかなと思います。よろしいですか。よし、行きましょう。さあ、行くわよ。さあ行きましょうかね。まずは周りから安全確保していきましょうかね。精一杯の力で支えます。思いっきり戦ってください。歌いましょう。まあね、あのどのみちちょっとナバールが説得にまあ向かっていかないといけないので。わしに勝てるかな。まあ、ナバールの行き先ですかねを確保しないといけないかなと思うんですよね。まあシーラがいるんでね、まずはファウダー。多分これでまあ味方本拠地のまあ左側ですかねはもう安全でしょうかね。攻めてきてるやつがいますね。無茶はしないでくださいね。私もいるんですから。さてちょっとここで、さてアーマーナイトが来てたんでね、ちょっとルフレで片付けていきましょうかね。多分まあアーマーナイト系はまあ魔法に弱いはずなんでね、まあ結構いい感じで減らしてくれてますね。やっぱりアクアに接近間近って言ってもね、アクアどんどん進んでいってるんでね、あどうしようかな、まあいいかな。でまあどんどんまあ無双も使っていって片付けましょうかね。結構あのエリーゼとかですかね、いる周り武将がね3、4体5体ぐらいかな固まってるんでね。これで2体3体ぐらいは OK で、まあ拠点とかもちゃんと潰しながら行きましょうかね。結構いるな。
で、なんかこのアーチャーがなんかアクアに接近間近とかなんか書いてあったんですけどね。まあまあでもまあ倒したらいいでしょう。では結構なんかここら辺なんかすごい混雑してますね。さてソルジャーか。まあまあそうですね。どうしようかな。シーラにちょっとこっち行ってもらいましょうかね。でエレーゼに。私だね。いやエレーゼは向こうでルフレについてもらいましょうかね。で自分はちょっとマクワでこれでですかね、落としに行きましょうかね。見逃すわけにはいかないんでね。まあ、本拠地の周りもね、いくらまあリズがいるといってもね、一人だけではちょっと厳しかったりするんでね。今はね、そこまでまあ向かってきてはないですけど、気づいたらね、さっきみたいな 5,6 人ぐらいで来ることがあるんでね。そうなってくるとやっぱりリズ一人ではね、賄えなかったやつがカバーしきれないところとかが出てきたりするんでね。まあ、それなのでまあできるだけ周りのトイレとか落としておけば、まあ足止めですかね。多少ないとも時間は稼げるはずなんでね。さてさっさと倒したいんですけどなかなか倒れないな。ここで仕掛けるとしよう。なんか仕掛けてきますね。さてそうですね、まあ、周りできるだけ近場からもうどんどんもう砦で片付けていきましょうかね。結構近場に、ああやっぱここ出てきてますね。ちょっとそうですね、シーラが重装特攻を持ってるんでちょっとシーラ呼びましょうかね。まあいくらね強力な兵士といえどもね、まあ、特攻にはなかなかかなわないと思うんでね。おっと今度はリズとサクラが入れ替わってますね。これでちょっとアーマーナイトの方に行きましょうかね。でこれで倒しておけば、あーきついかな。やっぱりさすが強化されてるだけあってなかなかここでも倒れないですね。うまくいきました。さてじゃあそのままちょっと本拠地に向かってるやつもいるので片付けに行きますかね。増援です。あ結構なんか増援が出てきてますね。遠距離攻撃を受けています。遠距離攻撃とな。さてちょっとまあ魔導士はそうですね、もう最悪ちょっとサクラに任せましょうかね。で今がだいぶ混雑してるのがこっちですね。なのでちょっと自分はアクアで、まあ、アーマーナイトをねできるだけちょっと向こうの方に寄せておきたいんですけど。さて覚醒使ってきてはもう多分アーマーナイトか何体かはもう処理できるでしょう。ここに多分アーマーナイト3体4体ぐらいいるのかな。多分さっきのアーマーナイトがなんか来たみたいな感じですね。これで3体かな。あでもエレーゼもアーマーナイトゲージが引っ越してますね。これで多分片付いたかな。まだ申し上げますね。
さあこれでだいぶ減らしてくれますね。届かなかったか。まあまあでもだいぶそうですね、仕事合ぐらいは片付けてくれたんで、まあまあよしとしましょうかね。できることをしただけよ。このアーチャーもちょっと倒していきますかね。よしよし、OKOK 倒しましたね。これでだいぶこの周りも片付いてきたかな。あとアーマーナイトが一人いますね。倒れないね、なかなか。オッケーオッケー。さて、ちょっと周りを片付けて、さて人、わあ今度はこっちか、ジェネラル。そうですね、ちょっとリズで砦を落としてもらいましょうかね。で、本拠地にはそうですね、魔導士を、これかな。ただまあシーフですかね、ゼロちょっと仲間にしに行った時に倒しましょうかね。私だね、うん、何かしら。ここら辺にもね賢者がいるんでね、ちょっと行ってもらいましょうかね。さてこの砦も通せば大体まあ右側はまあまあ落ち着いてきたかなっていうような感じですかね。これでいけるかな。あともうちょいか。さてこれでちょっと本拠地の方に戻りましょうかね。これはちょっとね、サクラがいるといえども 2,3 体ぐらい武将が来てるんでね。さて、これで2体撃破と。あともう1体出た。あ、でも結構雑魚敵もいますね。さてできればね、武装を使うのであればちょっと普通の雑魚敵もまとめていきたいんで。あ、ただ届いてるかなこれ。あ、微妙に届いてなかったか。これでまあこれでもう本拠地周りは大丈夫かな。そうね、多分もう大丈夫でしょう。あとはもうここら辺ちょっとまあ片付けて、右側ですかね、どんどん今度砦とか拠点を落としていきましょうかね。さて他のみんなは、わ結構混雑しますねこっちは。何さてと了解。そうですね、まあ、まずはこっちよりもあっちを助けに行きますかね、の方が多分いいと思うんでね。内側からかな。苦戦です。助けましょう。俺が苦戦するか。面白い。守るために。よし、行きましょうかね。戦いたくはないけど、邪魔するなら仕方ないわ。さて、まあナバールもねちょっと結構ピンチになってるみたいなんで、まあまずはちょっと敵の武将とかですかね。そいつらはどんどん片付けていきましょうかね。遅れは取りません。
まあね、2、3体倒すだけでもね、やっぱりそのピンチはだいぶ回避する確率も上がってくるんでね。で、多分賢者が雷の魔法か何か多分仕掛けてるはずなので、よし、これで、あ、もうそのままもうこっちの拠点を落としましょうかね。拠点というか砦ですね。オッケーオッケー。あー、ただなんか一人ぐらいなんか残ってたような気がするな。大丈夫かな。あー、やっぱまだ残ってましたね。2人ぐらいかな。ただまあ近くにね、あのエリーゼとかがいるんで、そのまま回復ですかね、してもらいましょうかね。あ、ただ、さてこれで他はミッション開始です。多分もうこれでピンチは脱することができたかな。まあ、あとはもうこの中とか周りですから結構もう敵がいるんでね。まあ、ここら辺の敵をちょっと倒しておきますかね。まあ、やっぱりねこういう時はあのリリーゼとかはね機動力もあるんでね、結構やっぱ使いやすいんですよね。ちょっと離れてる場所でももう馬に乗ってるんでね、すぐ行けるんでね。さて回復しに行きますかね。じゃあ、ただ結構やっぱ数に囲まれてましたね。まあ負傷に注意せよっていうことなんで、やっぱりちょっと周りですかね、ちょっと片付けますかね。こっちもか。勝てるわけないってよ。さてナバーがもうゼロのあたりに到着したかな。ただちょいちょい向こうの武将がなんか悪さしてますね。まあ魔法有利なんで、これもちょっとエリック使っていきましょうかね。機動力もあるんで、あっち行ったりこっち行ったりできるんでね。ただちょっとまあ覚醒ですかねをどこかで手に入れることができれば。おっと、アクアをこれ誰か追っかけてるな。おっと、気づいた。ちょっと時間が結構やばいことになってますね。一緒に敵をやっちまおうぜ。さてこれでもし開門するのであれば、もうボスを倒しに行きましょうかね。助けましょう。押されているわね。ミッション成功です。上出来だろう。ほうほう、これで大丈夫なのかな。上演とな、まだ出てくるか。進軍する敵を撃破せよ。あ、結構じゃあこれ時間をかけすぎるとあんまり、うん、良くない感じですかね。もうさっさともう説得するところですかね。どんどん敵を倒していった方がいいっていうことなのかな。これに任せてください。まあ、今の時間帯でも結構やっぱり出てきますね。ということはスピード勝負になってくるのかな。このわしに戦いを挑むとは命知らず。あ、でももう6秒しかないんで、もうちょっと時間帯的には間に合いそうにないので、もうそのまま。このわしに戦いを挑むとは命知らずなやつじゃ。
魔王ガーネフの恐ろしさ思い知らせてくれよ。ミッション開始です。そうですね、そのままちょっと、まあ、あの周りの武将とかですかね、ちょっと倒しに行きましょうかね。結構まあこっちのまあレベルもまあ100とかですかね、いってるので、まあまあいけるかなと思ったんですけど、さすがにちょっと厳しかったですね。まあ敵はね、特攻とかですかね、まあ持ってればまあまあなんとかいけるはするんですけど、まあ時間ですかね、結構やっぱり敵が数が出てくるんでね。ただ本拠地の方に戻らないと多分攻めてきてますね。勝てるわけないってよ。まずはそうですね、本拠地周りで、あー敵が出てきてますね。まあこの時間帯でも結構な、まあ、敵が攻めてきますね。まだ、まあ、強化されてますけども、そのままご利用していきましょうかね。さてもう一発、この無双でいけるかな。おっと、まだ残るか。あともうちょい、このあともう少しがね、なかなか削れないんですよね、これ。オッケー。さてね、ここら辺の敵もちょっと潰しつつ、ちょっと待って、ヨシイダがもう敵の本拠地に行ってますけど、まあ味方の本拠地の方、あーちゃんが一人いるだけか。さてこのままこれでもちょっと潰しておきましょうかね。まあサクラがいるんでね、まあ、そこまで苦戦するということはないと思うんでね。さっき2対3対ぐらいなんでね、まあ、それよりは、まあ、1対1の方が、まあ、まだいけるかなと。もうね、まあここ潰してからまあ戻りましょうかね、本拠地には。まあでもまあこの難易度70でやっぱり100とか90代レベルのまあキャラクター連れてきてもこれだけ時間がかかるということは、まあもうちょっとレベルを上げないといけないのかなと思うんですけども、ね、さてじゃあこのスナイプを倒しておきますね。これで、まあ、倒せるでしょう。で、まあ、周りの、まあ、敵も、まあ、何体か倒せれればいいかなと。無双回復。勝てるわけないってよ。よしよし、これだけやっておけば大丈夫かな。おっと、もう回復が使えなくなりましたね。なんとゼロの負傷に注意せよ。さてゼロはどこにいるんだ。いたいた。ミッション成功です。ミッション成功です。さてこれで OK。さて、まあ、近場にちょっとねリズがいるので、リズに回復してもらいましょうかね。でそのまま最後の砦ですかね、落としておきますよ。ミッション成功です。遠距離攻撃がやみましたね。さてこのまま落として、あともう敵の武将も1体かな。多分これでも武将はもう終わりですね。あとはもうガーネフですかね。
だけなので倒しに行きますかね。じゃあ戦いを終わらせましょう。もう覚醒使っていきましょうかね。戦います。ミッション成功です。お前たちが先に。さてちょっと砦も落としておきたいので、相手がちょっと回復するのを防ぐためには、砦を先に落として、そこまでね多分激しい回復量ではないと思いますけどね。回復ちょっとでもねするよりはしない方がいいんでね。さてこれで終わりかな。ミッション成功です。なんとかこれでクリアですね。勝てたのはみんなのお金よ。ということで戦績の方は A ですね。そうですね、クリアタイムがねちょっと5分19秒ほどオーバーしましたね。撃破数、非ダメージは S ランクですね。 MVP は C だ。みんなの力のおかげ、私だけのものじゃないわ。素材も結構手に入りましたね。さてそうですね、次回はこっちの、71ですかねになるんですけど、今回のところですかね、クリアランクが A なので、S ランクにして、S ランク保守の、伊勢有利の魔導書ですかね、手に入れてから、次回こちらですね、シャドウ殲滅戦難易度レベル71でシナリオ制限で、3すくみ撃破と、で S ランク報酬で攻守反転の炎でアンナの記憶もあって、バトル報酬で、ルキナの仮面ということなので、そうですね、今回S ランク取ってから、次回こちらの方やっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を撮影させていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。